皆さんこんにちは、瞑想 YouTuber のヒロミックスです。今ですね、旅の途中なんですよ。サービスエリアに泊まりました。今からトイレをしてまた高速で移動するんですけど、なんかね、面白いサービスエリアがあったの。名前が山田山田って言うんだけど、すごいよ。ちょっと一般の人が映ったらやばいかもしれないんで、ちょっと Vlog 久しぶりあんまりやらないからさ、山田が映るとこ映るとこないかな。山田、あ、ちょっとこの辺とかいいかもしれない。ちょっと見て、進撃の見てこれ、進撃の北、山田だってむずいね。すごくない？すごいね、進撃の巨人のゆかりの地なんだって。え、マジで大分県北？え、そうなの？あ、この伊佐山さんっていうのが北出身なのかな。すごい、それはすごい。ちょっとね、中でね、サービスエリアに入ってお土産とか買ってみたいと思います。じゃあね、はい、ということでお土産を買って今から車に戻ります。なんとね、佐世保のお土産があったからね、ちょっとね、佐世保で買えなかったんでここで買いました。ここ何県なんだろう大分県だと思います。多分大分県で、さっきあのサービスエリアの人に聞いたら、やっぱり進撃の巨人の作者が日田出身なんだって。大分の、すごいよね。すごいわ、びっくりした。で、進撃の巨人、なんか大分みたいな感じでアナウンスっていうか広告してるんだって。すごいねびっくりしました。はい、ということで今からね、また車に乗って、あとね、2時間半ぐらいかな、あと1時間半ぐらい頑張って運転します。じゃあね。はい、ということでですね、今ね、あの待ち合わせ場所まで到着しました。結構長かった。あのね、私のカーナビが古くって、なんか目的地とは違うところで降ろされて、高速を。それでね、ちょっと四苦八苦したんだけど、なんとなくね、到着しました。なんとか、あの、分かる人は分かるかな、ここです。はい、ここはね、大分県の中津市三光イオンです。これ三光イオンですね。分かる人は分かると思うんだけど、はい、ということで今ね、友達と合流するためにね、待ってます。ここから先はね、私道 あのルートになりますので、道案内をね、してもらおうと思っております。そんなこんなで友達を待っているところでございます。はい、あのね、来たことないわけじゃないんだけど、やっぱりさ、もうスパンが空きすぎて道が分かんない。あとね、ここ三光イオンね、今ね、通ってきたんだけど、すり抜けてきたんだけど、でかいイオンが、マジですごいわ、大分すごいですね。あ、なんか来るかな、そろそろ、ちょっとそろそろ来るかもしれないので、とりあえずね、今日はみんな、あと仲間とお食事して、明日あの温泉の方になんか連れて行ってくれるみたいなんで、ちょっとね、楽しみにしているところでございます。まあ、そこの合間合間で動画が撮れたら、はい、あの Vlog に、備えたいと思います。備え付けたいと思いますはい、ということでまたね、バイバイキーン。はい、ということで今ですね、ホテルに帰ってまいりました。今ですね、時間が夜の10時5分ぐらいですね。はい、今日先ほどね、あの、そこ到着しました動画を撮ったと思うんですけれども、
4時前ぐらいに合流して、で4時チェックインで、そこから部屋で1時間ぐらい、談話もしまして、そこから5時半ぐらいに食事するところに行って、それから今に至るんですけど、4時間半ぐらいずっとね話しっぱなしだったなんかさ、年取るとさ思い出話に花が咲くよね。もう尽きない、まだ尽きないねえ、どうですか皆さんも、久々ね、昔の友達とかに会ってみるのもどうでしょう。まあ、これもね、どれもこれもね、コロナとかが緩和されてね、あの移動規制っていうかね、そういったものが緩和されてからね、かなったことで、あと友達がね、いろいろこうお膳立てとかにしてくれて、それでによってかなった、今日のね、今回の集まりだったんで、本当感謝しかないんですけれども、今日はここで寝まして、あ、一応ねホテルは本当普通のビジネスホテルなんで、ルームツアーとかはないですないんですけど、また明日ね、湯布院というところに行って、で温泉に入ったりとか、観光とか、させていただいて、帰路に着くという感じですね。はい、という感じの一日でございます。また明日も動画撮って、一本の動画にできたらいいかなというふうにちょっと思ってるので、楽しみにお待ちいただければ、お待ちいただくっていうか、この後につなげるからね、なんか皆様お待ちいただかなくてもこの後すぐね動画が流れると思うんですけど、はい、私は、はい、明日がね楽しみすぎて眠れないかもしれないんですけど、今からねいろいろ身支度して眠りにつきたいと思います。はい、ということで皆様おやすみなさい。ちなみにホテルのお部屋から、お部屋の案内はできなかったんですけど、お部屋からの眺めはこんな感じね。結構栄えてるよね、街という感じですね。はい、ということで今日はね当日の朝なんですけれども、翌日の朝なんですけれども、今からねフロントに行きたいと思います。はい、フロントで友達が待ってるんで、フロントでに合流します。はい、ここにね綺麗な木があったんで、あ、木があると思ったら造花だった。せーの、じゃじゃーん、これが湯布岳です。はい、湯布岳、これすごいね、すごい景色が、空もね、なんか朝は曇ってたんだけどすごい快晴になりましたね、すごい。はい、ということで到着いたしましたね。はい、今からね温泉宿のなんか日帰り温泉みたいなところに連れてきてもらったので、今からね温泉に入りたいと思います。はい、なんか観光的
できる感じもない、どうなんだろうね、車で来てるんで、なんか歩いてうんぬんっていうのはちょっとないかもしれないんですけど、もしかしたらね。でもここの温泉宿自体がなんかちょっと一つの町みたいになってて、なんか休憩できる場所がちょこんちょこんってあったりとかしてるんで、まあ温泉入った後でそこをブラブラと。寒い。やっぱちょっと標高高いんで寒いですね。はい、ということで温泉に入ってきました。あのね、もう化粧をしたまま入りました。もうお風呂は昨日入ってたんで、はい、そういった感じで入ってきたんですけども、あの結構ね景色が良かった。ちょっとねここからもね湯布岳が見えるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ほらすごいでしょ、この景色を見ながらお風呂に入れました。すごいいい感じだったね、ほんと贅沢させていただきました、ね、今からねちょっと散策とね行きたいところだったんですけど、なんかね私勘違いしてて、あのお土産売り場とかあるのかなと思ったら全部温泉だったあの男湯と女湯があって、であのちょっとだけ自動販売機があるみたいな、なんかそういう感じの内容でした。なのであんまりなんだろうね、なんかちょっとソフトクリーム食べながら歩くとかそういうことできなかったできなかったんかーいっていう感じですけど、はい、まあね、一応ねこういう感じで、はい、ちょっとだけ街並みをお知らせするとこういう感じ、趣あるでしょうね。素敵ですね。で、なんか家族風呂もあったりとかして、お食事所もありはするね、ここにね。なんだろう、なんとか屋、なんとか屋ってとこで、ここの横に男湯があって、で、あとは町並みっていう感じで、名前が無双園、無双園っていう温泉宿に露天風呂とかがついてて、の日帰り温泉もできるよみたいなところでしたね。いいとこでした、はい、いやあとね大分の温泉ね、皆さんあの温泉どこでもそうかもしれないけど、あの芯からぬくもるんで、あの全然湯冷めしないんですよね。いい感じでまだね汗かく。でちなみにあの今日メイクしたのがスックのクリームファンデーションで、ファンデーションベースで整えてるんですけど全然大丈夫でした。よかった。あの崩れてなくない?ね、すごい汗にも温泉にも強いっていうことがスックのクリームファンデーションザファンデーションね、分かりました、検証できましたねで一応アイシャドウもディオールのバックステージ001ヌードですけど、そんなに崩れてないと思う、うん、マスカラはアイコニックオーバーカールディオール、あの崩れませんでした、よかったまあ顔ビシャビシャってしてないからね、まあ自分が出た汗には耐えれたっていう感じでしょうか。はい、そういう感じです。そう崩れてたらごめんねはい、ということで今からまた友達の車に乗せていただいて、ちょっとねどこにお食事でも行くのかな、はい、ちょっと楽しみたいと思います。じゃあまた後ほど。すごい、もうすぐで金輪湖というところに向かってます。今行きましょうか。鯉がたくさんいる。人面鯉とか言うかな。あ、近寄ってきた。大分といえば鳥天。こんにちは、よかった。
ちは。あ、こんにちは。あ、傘が。昨日オープンの傘と、え、昨日オープンで。おめでとうございます。ありがとうございます。長さとサウナハットのお店になってます。サウナハット、サウナがあるんですか、近く。あ、サウナ。あ、でも温泉があるのでサウナとかもあったりするところもある。サウナハット。すごいね、サウナハットやって。サウナ用に使うマットとかカバンとかも。あ、なるほどね。サウナハットの店が千本って初めて。撮ってもいいですか。まだ全然いいですよ。あ、ありがとうございます。あの、既存店としては初の出店で。あ、そうなんですね。基本、はい、ポップアップストアばかりだったんですよね。すごい。そうなんですよ。サウナハットの専門店だそうです。昨日オープンしました。昨日オープンだそうです。皆さんいらしてください。湯布院にいらした時はこちらの方です。はい、ここね、ムスムスと呼びます。あ、ムスさん、はい、ムスムスです。ありがとうございます。ムスムスさん、あ、はい、蒸し風呂だからムスです。なるほど、ムスムス。ありがとうございます。はい、なんか趣のあるいい感じの木阿弥の森で、後ろに湯布院が見えてる。みたいな感じか。こうやってなんかお店があるんだね。靴屋さんだったり、こういったお店、こうやってもうショッピングセンターみたいな感じで集まってるとこか。へー、あ、だから木阿弥の森。なるほどね、いい感じ。すごいね、できたばっかなんだもんね、ここもね、新しい、すべてが。金輪湖っていうのはちなみに、なんか霧が湖面を覆うみたいな、なんかそういう綺麗、それがね、綺麗っていう風にされてる湖らしいんですけど。で、金輪湖の湖、水はさ、温泉なの？温泉が混じっちゃう。あ、そうなんや。あの、あったかい系、湯気がふわーってこう。あ、そういうこと。そうそうそう。あ、やば、金輪湖来た。切りました。あの、これが霧で覆われるらしい。すごいね。湖面が温泉水にが混ざってるそうで、外気温との差で霧が立つらしいです。朝方とか来ると立つらしいよ。鳥天せんべい。あ、珍しい。醤油プリン、やば、原宿みたいになってます。すごい、原宿みたいになってる。いきます、せーの。映ってる。ジャンプ引く。いや、ちょっとね、クリってしそうなんや。あ、そうそう。あ、そっか、そこいい、木があるから、ね。
はい、今日のランチはスリジェさんでした。湯布院駅の近くのスリジェさん、めっちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。行きましょう。やばい時に遭遇した。七つ星とある列車が並んでる。じゃじゃん、はい、駅の感じがちょっと昔の感じになってますね。ちょっとレトロな感じでしょうか。上をね、カンカンカンって割らんと食べれるかもしれない。これどうやって食うん、これ。上をカンカンカンって割って、あ、外側紙じゃないんや。クレープ生地がちゃんとついとる。みんな食べてる。いや、いい、今ちょっと胃がきちょ。きちょ。きちょ。え、なに？プリン？いや、カスタードクリームのなんかレモン味みたいな。あ、じゃあそんな重たくないじゃん。うん、さっぱりした。はい、ということでですね、今帰り道でございます。帰り道も山田に泊まります。で、山田ね、調べたら福岡県でした。はい、そういう感じでございます。はい、ということで、はい、ということで今ですね、帰り道なんですけれども、もう夜もとっぷりと更けてしまいまして、夜になりました。今ですね、何時かな、ちょっと時間的にいくと19時、はい、11分くらいです。はい、今からね、長崎の方に向けて帰りたいと思います。はい、ということで、今回の動画はですね、私の、まあ、Vlog みたいな感じで、大分県一泊旅行ということでございました。楽しんでもらえましたでしょうか。なんか私の記録動画みたいになっちゃったかもしれないんですけど、まあ、何かの足しにですね、楽しんでもらえてたら嬉しいかなと思います。はい、ということで、ここでエンディングでございます。はいはい、今日の動画もですね、楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、そしたらまたね、バイバーイ。